左に行く人は何かやってるからだって話があったじゃん。で、その中で9番で100ヤード打つのにめっちゃ腰切らないよねって話があったと思うんだけど、俺それ聞いて一個疑問に思ったのがさ、例えば何でもいいや、ショー靴とかあるじゃん。アプローチでもショー靴するってことなの？アプローチ彫刻する人いるね。やっぱ全部にやるんだ。はい、その辺は入っちゃうのか入れてるのかちょっと聞いたことないから分かんないんだけど、でも彫刻、スイングで彫刻してる人のバックスイングを見ると、こうやって入れてるね、こうやって。ああ、小さくだけこうどやって、ね。こうは入れてないね。こう入れるよ。これも彫刻だから。アドレスで、この向きで構えて、リーディングエッジもこの、フェースの向きもこの向きなんだから、ここ行って、この向きじゃん。こう。したらさ、なんとなくリーディングエッジが真上向くか、ちょっとだけこうやって前に傾くぐらいでしょ。でも、彫刻してる人のアプローチって、こうなの。これ多少ライン左行く。それで、やっぱり、こうやって打つんだよ。左行かないように。っていうのは見たことある。それは正しいいやりやー、方？どうなんだろうね。まあ、それで寄ってんだったらいいけど、上げらんないよね。だから、そういう人って、例えば、あの白旗に、もうこっからもうすぐグリーンで、まあ、ランニングアプローチとかで、こうやって打つ。まあ、フック目に打って、入れて、ドロー目に打つんだったら、俺はいいと思うんだけど、あれに上げるとか、スピン入れるとか、バンカーショットとかって入ってきたら、まあそうはいかないよねってなるから、できる人ってそっから、例えばバンカーはこうやって逆にしたりとか、いろいろ変えられるんだけど、変えられない人が、彫窟をしてアプローチを打っちゃったら、一辺倒になっちゃうよねってこと。そうだよね。だから、なんかこれをやりたいなっていう、仮に理論があったときに、ドライバーからウェッジまで、なんならパターンまで全部入れるのかなと思って、で大も変基だ本ろう的には全部入れるね。なと。あ、やっぱそうなんだ。入れちゃうんだろうね。フルスイングだけ入れるとかほぼないから、度合いはちっちゃいけど入れてる。だからパターなんかも、こうやって左持つもんね。こうやって。こうやって持つ、彫刻する人でこうやって持つ人あんまいない。こうやって持って、こうやって打つ人なるもほいどる。な。だから、まあその辺はフィーリングなんだろうけど、入れるよ。こうやって打つ人がアプローチ、こうやってやんないから、絶対。こうやってやるから。ああ、そうか。いないね。両方入れちゃってる人は。両方。フルスイング、アプローチっていうのはいない。いないんだ。いない。ああ、どっちかなんだ。いないね。いない。今思えば。そっか、度合いの話ね、そうすると。そうそうそう。だからアプローチはそんなに角度がつかないから入れてるようには見えないけど、入れてる。こっちの人からしたらありえない角度になってるから。入れてんね。こうなるからね。斜め45度にリーディングエッジが行く。こうやって。イメージは。例えばその何でもいいんだけどさ、じゃあハンドファーストに打とうとしてる人は全部ハンドファーストに打とうってそう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 。だから、アプローチもさ、こうやってなるよね。そうなんだ。こうやって。全部なってくるんです全ね、部なる。だから、ね、もうとにかく、こういうイメージが多分湧いてんだよね。こういう。だから、こういう感じじゃないってことね。ああ、なるほどね。どの番手かで1個やったら、絶対全番手やってるよね。でもそれレッスンでさ、そういう人が来て、それやんない方がいいよっていう時って、直すじゃん。全部直すんだよね、だから。例えば、彫窟の人が来たとするじゃない。で、彫窟が超うまく決まってて、打ってたら、俺は直さない。そうなんだろうね。そう、でも、例えば、直したいです。で、俺が見ても、そのやり方は絶対ダメです。合ってません。っていうのは、例えば直すじゃない。したら、そう、ドライバーからサンドウェッジまで全部直す。
でも1個直れば全部直るんだ。全部直る。ああ、そうかそうか、うん、どれかだけやるってことがない。そう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 。ただウェッジ、ミドルアイアン、ドライバーぐらいは最低3本打ってもらって、うん、全部直ってるか見て、その3本直ってたら全部直る、うんうん、直してる途中だとどれか変わると、クラブ変わると直ってないこともある。そう、また再発するときだ。うーん、だから均等に打ってもらう。そう、だから全然違うクラブ、いきなり9番からドライバー飛んだりとか、うんうん、そう、それで全然違うクラブで、長さも違うクラブで同じことをやってもらう。そうするとできてるかどうか、イメージが湧いてるかどうかが分かる。ああ、打ってんの見てて。そっかそっか、うん、分かってれば他のでもできんだ。うん、そうそうそう。イメージ湧いてなくて、なんだか分かんないままやってると、また出ちゃうかもしれない。そう、出ちゃう、出ちゃう。からそう、どの番手でもいいんで、一本だけでも自分が頭がちゃんと整理できて納得してやってれば、いきなりドライバー飛んだってできる。うん、うん、ただなんでそうしなきゃいけないのかと、うん、今できたんだけどなんでできたのかわかんないで、ずっとできちゃってると番手変えたらできない。だからその時はスローにしたっていいし、うん、自分の動きを自分の目で見ることがすごく大事。うんうん、なんでそういう動きになったかとか、そういうものを確認しないとダメね。うん、まあ例えばそれは動画で見たりとか、そういうものでもいいし、そういうのがすごく大事になるよね。どんな動きであろうと、優先的にヘッドが動いてれば、うん、いい動きになってくるから、だから、小屈しようが、うん、背屈しようが、うん、リストターンしようが、うん、ボディターンしようが、うん、全然それはどんな入れ方でもいいんで、ヘッドが動くためにそれをやってるっていう答えになれば問題ないってこと。ああ、理由がね。理由が、うん。そのボディターンが理由じゃないっていうのことが分かってれば大丈夫。ああ、それのがちゃんとクラブが戻ってくるんです。そうそうそう。っていう。で、だからボディターンしてるんです。だったらいい。はいはいはい、はい、うん。ちゃんとこの形になるには、うん、私はボディターンなんです。うん、小屈なんです。背屈なんです。リストターンなんです。っていうのが出ればいい。ああ、そっか、うん。で、ボディターンとかって意識するじゃなくて、うん、戻そうとしてたらその形になってたんです。だったらいいってことね。そうそうそう。名前気にせず。そう。フォローでこの形になるスイングしてだけ言って、うん、それを打ってもらったときに、さあどっちだったかとかね。ああ、うん。それで出る。出る方。うん。ああ、ね。それでもやるかっていうこと。それでもやるかっていう感じだよね。それでだから左に振っちゃわなきゃいいんだよね。うん、こんだけ切ったっていいんだけど、うん、こんだけ切る人の9割がこっちに振るから。うん。うん、そら左行くよねっていう、うん。うん。そうなんなければいいっていうことですね。その動きをしようとしてそれをやるっていうのがダメだと。そう。目的が何なの？目的、そう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 。やることが、その動きをやることが目的になっちゃってたらダメ。クラブの動きと球筋ですよね。うん。それが目的で、その過程にその体の動きがあればいいですよ。これがゴルフの考えとして、考え方になってきたら、結構上達すると思いますよ。それだけでね。うん、それだけで。本当に、本当に思う、それは。ね。うん。余計なことしないよ、これ。そう。余計なことしない。そうだよね。うん。いやー、ほんとそれは思いますね、毎回。毎回でも、いい生徒さんに巡り会って、いいレッスンさせてもらってる。いいレッスンっていうのは、まあ、お客さんが決めることなんで、僕決めることじゃないですけど、楽しいレッスンさせてもらってるんで、本当にご理解ある方が多いなっていう印象が最近すごくあります。その辺は僕、すごく嬉しいですね。今、トール君から質問あったように、動きっていうのは、例えば自分が意識してなくてなっちゃうことと、意識してるのにならないことって結構あるんですよ。なんで、できることをやるってことを、まず一番先頭に持ってきていただいて、そうすると、こう、一致しないことが少なくなってくるんですよね。ちゃんと一致するように動けるようになってくるんで、そういうシンプルな動きを目指して、やっていただいた方がいいと思うんですね。では動画の方以上になります。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。